熊本県に入ります。第二のふるさとに入りました。昨夜は結局ゴスペラのライブ行ってから寝たのが大体4時間半睡眠でございます。まあ意外と6時過ぎには目が覚めて、6時半に家を出て今現在7時20分でございます。いや意外と今日は暖かいというか凍ってなくて大丈夫ですね。頭が凍らないようにしてますけど、さあこれからまた2時間弱かけて試験会場に向かいます。頑張らせ熊本。まあ今阿蘇のですねミルクロードに登る道でございます。阿蘇市の赤水からですね、ずっと大津に抜ける道でございますけども、もうこの阿蘇のですねこの道路、山の上道路って本当見応えがあるというか風光明媚でインスタ映えなんですね。この時期はススキでもう間もなく野焼きが始まると思います。で、今さっき通りましたけど復興道路ですね、北側の、まあ、国道57バイパスになるんでしょうけども、2020年度中に完成ということでございますので、もうあと1年ですかね、後にはもうおおよそできているのではないかなと思います。で、多分まあその遅れて1年後にですね、滝室坂のトンネルも 4km のトンネルもできますので、ぐっとですねこの熊本と大分が近くなる、そしてまた災害時にも役立つという道路でございます。まあこの二重の峠の方に入ってますけどもね、参勤交代で昔子供たちと文武街道を歩きました。すごい急なこう坂道とか石段作りの道を登るのできついんですが、幸いですねこう夏の日お盆の期間に行くんですけども、間もなく左方向です。ちょうどねその時だけ本当にわか雨がいいぐらいに降って、本当そんなにきつくなかったも勢いでどんどん行けたという時代でございます。これから、清書こと清正港ですね、加藤清正港が築いた街道道にだんだんと入っていきます。ちょっとね、カメラがね傾いてて申し訳ないんですが、現在ですね清正公道というですね、いわゆる加藤清正公が、ま、整備したと言われております、豊後街道ですね、大分方面に抜ける街道でございます。こうずっとちょっと阿蘇の山、先ほどの二重の峠にこう登っていくんですけども、ちょっと今これ出てこないんですが、もうちょっとですねずっと先に行くと、杉並木が埋まってますけども、これ清書公道、ですね、清正公の道とか行きますけども、ずっと整備していったんですね。大体その、まあ、ここはちょっとまだ離れてると思うんですが、もうちょい先に行くとですね、杉並木が出てくるところが、5里木から6里木でございます。さあ問題、熊本城から何キロメートルぐらい離れているでしょうか。考え中終わり。1里が4キロでございますから、まあ20キロから24キロ、5キロぐらいですね、離れているということで目安になっております。でこの辺りもこう災害でですね、だいぶちょっと道路をやられてますけども、なんとか復旧行ってます。今このですね、左手にある、お手洗いがずっとこの道を、左道をですね、また子供たちとですね、参勤交代の道で歩いた記憶があります。大分の鶴崎から、まあ、バスに乗って野津春、野津春からずっと熊本城まで約1週間かけて泊まり込みで歩いた記憶がございます。旧57号線ですかね、まさに、清書公道ですね、現地近い風に、今これ4里木だって今ね左手にあったのがです、ね、ずっと今大津町からですね、ちょっと今右方向とカメラ見えないと思うんですが、列車大井本線が走っておりまして、ずっと菊陽町の方向けてですね走っております。三里木でございます。今ちょうど、ね、杉並木がこうこちら私ですね、道みんながこう文字書いてますけども、この道もよく通ってましたね。原付から原付で、まあ、大熊本大分を行ってた頃はですね、この道がもうマスでした。東バイパスというかですね、三車線の菊陽バイパスなどちょっと怖いものですから、なるべくこう旧街道 で原付だとこういうところ行きやすいんでですね、もう思い出の道でございます。まもなく三里木です。さあ熊本城まで何キロだ。およそ300メートル。熊本市に入りまして、こちら北区辰田ですね、東区になると思うけど北区ですね。こちら今左手が、ね、武蔵塚公園といって宮本武蔵が眠ってる墓があるということです。でこちらの隣が、ね、辰田公民館、私大学時代サークルで大変お世話になった場所でございます。
まあ、この後ですね、出てくるのがですね、辰田小学校が出てくるんですけども、確かですね、スザンヌの母校だったと思います。スザンヌさんね、まあ、私と実は生年月日、4日ぐらいしか変わらないんですね。多分スザンヌが、10月の27日生まれだったかな。私が10月の31日、ハロウィン生まれでございますので、ですね、まあ、非常に親近感を覚えます。一度ですね、熊本時代にスザンヌと、お母さん、妹かな、キャサリンとマーガリンと3人で、TKU でですね、テレビ祭りで見たことがございます。あと余談ですけど、まあ、あのスザンヌといえばですね、あとハロプロで言えばアンジュルム、昔のスマイリーズですね、の、上國料萌ちゃんもですね、熊本市出身ですが、どうもですね、スザンヌと、家が近所だったというふうな噂もございます。まあ、辰田小学校だったか分かりません。高校はですね、まあ、熊本市内の進学校だったり、多分北の方の高校だというふうな噂もございますが、上子も確か10月の20何日とか4日とかそのくらいの生まれですから、非常に誕生日近いですね。あの福村瑞希ちゃんも10月30日生まれということでですね、本当に今10月の末は美人が多いなと、私含めてかっこ笑いですですけども、いや上子も早く会いたいですしね。まあ、今度ですね、ビヨンズとモムさんいますけど、まあ、熊本の有名人、本当美人が多いですね。ここからですね、熊本市中央区黒上に入ります。野関橋の近くでございます。ですね、まあ、この画面のこれから間もなく、まあ、右手の山側にですね、実はまあ私が大学時代5歳だった寮がございます。まあ、睡魔、牧もいろんな思い出がございますけれども、まあ2019年の10月にですね、一度夜その山に、辰田山に登るところの裏山公園で私が夜景を見ながら語るイベントをしておりますので、まあ、スプーンラジオちょっと意味してますけども、もしよろしければね、ご覧ください。まあ、こういう思い出の場面をですね、またエピソードトークなりですね、語ることができればと思います。ちょうど左手が尾関橋、右手がですね、寮で、まあ、まあ余談ですけども、ちょうど私がまあ大学入って2ヶ月ぐらいでこの白川でですね、この橋の近くで水難事故ありました。あの白川はですね、急流でございますので、皆様お気をつけください。でこのね、もういよいよここからもう間もなく一里木なんですけどもね、あの大学の近くになるともうだんだん懐かしさが漂ってきますね。でだんだんとこちらがですね、何橋だったか忘れた、龍神橋あたりですね。で右手にこう神風連なんて有名な桜山神社の方で行きますけどもね、このまあここら今河川工事です、ずっと左手側白川沿いを行ってますけども、龍神橋も狭かったんですが橋を付け替えました。でまたですね、この間もなく右手側にですね、まあ、私大学時代行きつけの沢というお店がございまして、ね、肉の森のお店で横綱だったんですが、現在今右手ですね、見えますかね、駐車場になっております。まあ、ちょっともう古いもう建物でして、老夫婦が、なんでスーザン・ボイル人のマスターだったんですけども、お母さんが、まあ、震災後直後にですね、お母様の姿ちょっと見たんですけどもね、もう家を撤収されているというか、もう多分地震でちょっと被害を受けたんでしょうね。もう現在お店も畳まれています。あ、懐かしいですね。さあ、いよいよですね、ここ来ましたけども、両手にですね、熊本大学が見えてまいりました。実は私、熊本大学の卒業生でございます。まあ、私はですね、この右手側にございます山側のですね、北キャンパスで4年間学び屋を過ごさせていただきました。今日もね、ちょっと時間があれば行きたいです。今日なんかオープンキャンプ、高校生いっぱいいますね。いやですね、まあ、右手に行くと、赤門がございますけども、ここら辺も本当懐かしいです。今日ね、本当この後試験手が終わったら私行きたいなと思うぐらいですけども、だいぶですね、この周辺のですね、お店も実は変わってきてるんですね。もう今度ポプラは買ってないんですが、その隣のお弁当屋もちょっと買ってますし、左手にオールフレンドという大盛りの料理屋もあったんですが、今お弁当専門店になっているようですね。これは本当、あの自転車やこうバイク屋ですけど、自転車とか、まあ、原付もですね、お世話になりましたし、これですね、大学入って間もない頃タコライスもいただきましたし、で右手の方にある歯医者さんですね、およそ700メートル親知らず抜いてもらいましたが、結構九州でも有名な、歯医者でございますね。
で間もなくですね、今一夜どもというところを左手です通り過ぎましたが、出てくるのが古海というところにやってまいります。こちらですね、間もなくなんですけども、スクランブル交差点になっております。でですね、このスクランブル交差点が実は日本で最初でできたスクランブル交差点と言われております。明治時代でございますね。でこれをまあ左手行くと県立劇場方面に行くと、国会橋というですね大きい橋がございます。これもですね、私がまあ10年前に大学を卒業してからですね建て替えになったようですね。で今2車線でというか4車線になったかな、かなで立派な橋になりましたし、そうですね、国会のまた商店街もどんどんお店が上がってますし、去年ですね、ゴリケンさんと会った熊本ドライブ、まだ動画がね道中編までできてないのでいつかご紹介したいんですが、国会の商店街も活気があってこう、ね、野菜とか安く買います。でですね、それこそ水前寺清子さんもですね、その近くの関大小学校だったかなで、紹介というか OG として活動されているようです。やっとですね、お待たせしました。古海のスクランブル交差点に入ってまいります。ここですね、この交差点です。これをね、まっすぐ行きます。上行寺交差点というところに行きます。で、今もうローソンなくなったんですが、右手側に行くと、この薬園町という、町になります。私、大学の2年の秋までが先ほどの、黒髪の、御関橋の寮に住んでおりましたが、まあ、2年のその秋からはですね、ちょっと訳ありまして、薬園町に引っ越してきたわけです。だいぶね、店とか変わってきますね。開けてきたイメージでございますけども、上行寺左方向です。ここね、まあ、この細い道を行くと五階の方に行って、関台とか藤崎郡の方に行って、これがまあ目の前に今突き当たっているのが、国道3号でございます。九州の大動脈でございます。あとですね、これをまっすぐ交差点行くとですね、ずっと行くと坪井という地区ですね、夏目漱石さんも住んでいらっしゃった土地でございますけども、まあそこにある私はね寺原自動車学校というところで、運転免許を取りましたね。ですからまあ大学は熊本大学ですけども、自動車学校は寺原卒でございます。まもなくですね、左手が、藤崎郡になってですね、そのここをですね白川公園となりますね。白川公園というかこの熊本北警察署も今名前変わって熊本これ中央署になったのかな、で北甲子署なんていうのもできたそうですね。でですね、このですね白川公園、まあ、で近く中央公民館ありますけど、中央公民館新しくなったかな、まあ、中央公民館も、サークル時代にですね大変お世話になりましたし、そう白川公園でそのサークル活動中ですね、ちょうど K&K の上吉さんだったかなが取材してました。エズコとね、エズコのエズとね、2種類感じられてどんなんだっていう取材をねしてた思い出があります。ちなみにちらっと後ろにですね、その取材してロケしてる裏で私が映っておりました。ということでこの目の前が、熊本のですね大交差点でございます。ございます。水道町でございます。だいたいバスに乗ってるとこの辺りで、とも遠方より来たり、またとも遠方より来たり、また楽しからずや菊池孔子病、公園へお越しの会はということでですね。大体ここら辺で、宣伝が入るイメージですね。そして、ですね、もう一個水道町といえば、水道町一直線、北へ一直線、スマイランドというですね、TKU スマイランドの CM がですね、昔、多分オガッチか誰かが浴衣で踊ってた記憶がありますが、これ逆方面で、今画面で言ったら後ろ方面ですね、植木とかあっちの方ですね。でございます。ちなみに真正面行くと、これ今ずっと熊本駅とかですね、このだんだん熊本の南宇土とかそっちの方に行くルートでございます。で、間もなく試験会場であります、熊本商工会館会議所まであと5分ちょいですね、河原町。もう一頑張り、頑張ろう。ちなみに右方向の、こちらの建物ですね、が、熊本パレアでございます。パレアは熊本市青年団のですね、総会が大体このパレアで行われて、もしくは先ほどの中央公民館でも行われておりました。いや、この町なのですね、昨年の11月3日、大学の同窓会で、まあ、ちらっと行ったんですけど、もうちょっとゆっくりしたかったですけど、また改めて訪問したいと思います。ゲップが出る。
水道町を一直線北へ一直線スマイラウンドは こちらが正しい方向でございます。今ね、今こう電車通りをこうご覧になっておりますが、あのね、熊本運転される方本当お気をつけください。まあ、長崎とかもそうですけど、右折時にね結構路面電車怖いんです。